はい、ということで、皆さんこんにちは、トランペットです。まあ某ウイルスがね、感染拡大防止でね、皆さんちょっと自粛している方もねいらっしゃったと思うんですが、まあ徐々にね、まあ、解除されつつあるんですが、やっぱりねそれでもまだ自粛ムードが、続いているということで、私もですねちょっとライブだけではネタ切れというかねあってしまって、まあ他の人もねやっている企画で、なんか過去に乗った列車なんか思い出を語っていくっていうね、まあ動画を出していて、まあ自分もね YouTube 始める前にですね、まあいろんなね列車に、ね、乗ってきたので、まあそれをまあスライドショーと、まあ自分のこう思い出をね語りながらねこう流していきたいと思うんです。そういうちょっと企画をね、まあ外出して撮影できるまでの、まあ、つなぎとしてねやっていきたいと思うんですが、まあ、初めてなのでねちょっとね、まあ、皆さんに満足していただけるかはわからないんですけれども、やっていきたいと思うんですが、1回目はですねもう登場当初からね引退までずっと人気だったの寝台特急北斗星のね、思い出を語っていきたいと思います。で、2回ね乗車したんですけど、その2回をね、まあ、1つにまとめてやりたいと思いますのでね、皆さん楽しんでいただければと思います。ではどうぞ。はい、ということでこれがですね、十字打ちで撮った、1回目ね北斗星乗った時の、切符なんですけれども、当時ね、個室寝台に憧れていたということで、ソロをね撮ったんですけど、まだねちょっと財力がそこまでなかったので函館から上野までということになっております。こちらが乗車前に、撮影した電光掲示板ですね、函館駅の電光掲示板ですが、特急北斗星と、書いてありますが、まだこれ北海道新幹線開通前ということあって差し線が残っていたために、機構がない江差し青森方面という表記になっていて、これも貴重なものになっています。はい、札幌からやってきました、寝台特急北斗星ですけれども、札幌から函館までは、DD51 型のディーゼル機関車で、10連で、やってくるってことなんですね。ですけれども、函館から、進行方向変わりまして、ED79 型、電気機関車に、付け替えられます。切り離されまして、客車が、最後尾というふうになりました。ここから進行方向が変わりますので、青森までは ED79 型の電気機関車で、牽引されることになります。はい、ということでこれが、ソロの、ドアですね、廊下から撮ったものですけれども、JR 北海道所属の車両なので点検式のね、鍵となってまして、で東日本の所属の車両が確かカードキータイプでしたね。ただ、私はこの時北海道所属の車両に当たりました。これがソロの、お部屋ですね、上段かな、この上段のお部屋なんですけれども、上にここちょっと見えてるんですけど荷物置き場があって、でこの布団と枕と JR の柄が入ったね、浴衣が、セットされていますね。個室に入るや否や、もうくつろいでね、もうピースまでやってみますけど、本当にこの時嬉しかった思い出があるので思わずね、ピースした、記憶があります。ちょっと写真がねボケちゃってますけれども、これがですねもうベッドメイキングした後の、写真ですね。あと寝るだけっていう状態に、してあります。はい、これが青函トンネル通過中ですね。光とかの関係でバルブを撮影をねして部屋の電気をね消してね撮影するとこのような、幻想的な写真を撮ることができます。これはおそらく竜飛海底の駅をね通過中ですね。本当にこの海底駅をね見られた時は本当に感動しました。これは青森発札幌行きの急行浜那須号との、すれ違いの瞬間ですね。明かりの様子でちょっとね客車っていうのがお分かりいただけましたでしょうか。翌朝はですね、モーニングを食べるために食堂車に行ったんですけど、この食堂車のこの狭い廊下がねすごい雰囲気が好きでしたね。
北斗星のね、食堂車の名前がグランシャリオという、名前だったんですけれども、食堂車のドアのところにね、プレートが飾ってありまして、これ金色に輝いていてね、もう風格がありました。これも同じく食堂車のドアのところにありました、食堂車の営業のご案内ですね。ディナータイム予約制と、予約なしのパブタイムと、朝翌朝の、ね、モーニングタイムというのがありまして、1回目に乗った時は、ね、モーニングタイムのみ利用しました。寝台特急の、食堂車というのはこの時が、ね、あの初めてだったので本当に、ワクワクしながら、ね、この席で、待っていた記憶があります。この雰囲気も、ね、なかなか良かったですよね。北斗星のね、モーニングメニュー2つありまして、洋朝食と和朝食というのがありましたが、私は洋朝食の方にしましたね。パンと卵、スクランブルエッグかな、ウインナー、ハム、ハッシュドポテトサラダ、ジュースと、あとリンゴサラヨーグルトと、夕張メロンの、ゼリーがありましたね。で、食後にはですね、コーヒーか、まあ紅茶がいただけるということで、私はね当時あのコーヒーがちょっと苦手だったので、この時はねレモンティー紅茶を、頼みました。北斗星は、車内販売も、行っておりましたの です、食堂車でね、営業していたんですが、この時北斗星オリジナルの草加せんべいと、オリジナルコースターをね、この時、買いました。ちょっとね写真が、あんまりちょっといいのがなかったんですけれども、ついに上野に着いたんですけれども、このエンブレルも、北海道の所属の車両限定のものということで、なかなか高級感があって良かったですね。この時確か3時間ほど遅れていて、新幹線の振り替えもあったんですけど、私はね、それに乗らずに、そのまんま北斗星で上野まで来ましたね。続いて、2度目の、ね、北斗星乗車の、様子をご紹介します。2回目はですね、開放の臨時寝台を、取りまして、定期列車廃止1ヶ月前ぐらいにかかわらずね、11日成功したということで、本当にこの時は嬉しかった思い出が、帰りにね、小樽に観光に行ってた、関係でですね、乗車券小樽から名古屋市内というね、乗車券になっております。これは札幌駅のね、電光掲示板ですけれども、寝台特急北斗星上野と表示されております。で、この春ですね、スーパー北斗も、北斗に、変わったので、両方ともねこれは見られなくなった表示でございます。2度目の乗車もですね、開放 B 寝台の、北海道所属のね車両に当たったので、この簡易的な、コンパートメントにできるタイプになっております。この寝台使用中は禁煙という、プレートとですね、この明かりですかね、この寝台灯というやつですかね、これがまた懐かしいですよね。これはあの開放便寝台ならではの設備だと思います。はい、デフォルトでねセッティングされていた寝具類ですね、ハンガーと、枕、JR の柄が入った浴衣と、シーツが、ありますね。で、ちょっと見えてますけど、あのシャワーカードと、ね、シャワーセットもちょっと見えてますよね。ただねこの時結局ね、あのパブタイムが時間を押しててね入れなかった苦い思い出があります。これも開放 B 寝台ならではの設備ですね。上段の、人がねあのこう登るためのはしごですよね。これも、開放 B 寝台ならではの設備だったと思います。北海道所属の車両のですね、客車の、デッキとの仕切りのドアにはですね、このような、JR 北海道と書いた、ステッカーが貼られてありました。当時高校生だったのでちょっと予約のね、食事は、ちょっと取ることができなかったんですけど、せめてもという思いでですね、パブタイムを利用しまして、これ煮込みハンバーグセットだったと思いますけど、あのパブタイムのこの食事だけでも全然あの十分でしたね。で、食後にはですね、コーヒーか、紅茶が選べるってことで、まあ、1度目のお話ししたんですけれども、当時コーヒー飲めなかったのでこの時紅茶にしましたね。これはミニロビーですね。
ミニロビーで、テレビではね映画が放映されていまして、で、JR 北海道の、車両なのでミニロビーという風になっておりまして、これが東日本の車両になりますとロビーカーという風になりますね。時刻表でもあのロビーがありますとロビーカー連結っていうねあの違いがありました。これもミニロビーでね、記念にあの写真撮ってもらったんですけれども、本当にね、貴重な体験ですよね。2回目のね、北斗星乗った時のこの朝食も、前回乗った時に美味しいと思ったんでね、この洋朝食をね、また選びました。デザートは夕張メロンのゼリーと、リンゴのこれヨーグルトですかね、これもおなじみの、で食後はもちろん、紅茶を選ぶってことでね、まだ当時コーヒーがあまり苦手だったのでね、紅茶にしました。開放のね、B 寝台の通路にはこの折りたたみの椅子があったのでね、それを、出してここに座ってね、こう景色を眺める、それもねなかなか、贅沢でしたね。今はできない、体験なので、これね1枚撮ってもらいました。はい、終点のね、上野駅に、到着しております。で、北斗星はね2回乗りまして、定期便でね乗ったってことで臨時便は乗らなかったんですけれどもね、もう今では体験できないこのブルートレインのね、旅の思い出を語りましたがね、皆さんいかがだったでしょうか。またね続編出していきますのでね、お楽しみにしていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。